兵庫県有馬郡の位置有馬郡は兵庫県にあった郡、有馬郡市初衆、有馬郡全図。右が来八1879年に行政区画として発足した当時の軍域は大ねかきの区域にあたる。有馬の軍名はこの地にあった有馬温泉の有馬のから来るとされる。現在の有馬という表記がいつから使われるようになったかは定かでない。この地が 全国に知られることになったのも有馬温泉があったためである。古代の有馬の巫女にあるように、飛鳥時代には温泉地として知られていた。また、有馬郡については次の短歌が知られる。津の国の向こうの奥なる、有馬山ありとも見えず雲の長引く里、和名類受賞に記される郡内の里。カッコ内は訓読み。春季号旗里はタバ号大信号を射壁橋。 演起式神明帳に記される軍内の式内者。室町時代、摂津国の守護は細川氏であったが、有馬軍は赤松氏が文軍守護に任命されていた。赤松氏は一族の赤松義介を児頭として派遣し、その子孫は有馬氏を名乗って守護の権限を継承するが、織田信長参加の荒木村重に滅ぼされた。なお、有馬氏の所流は、 橋場秀吉にふって、江戸時代には、筑後国久留米藩を治める大名となっている。1、三田町2、三輪村3、道場村4、塩瀬村5、湯山町6、山口村7、湯野村8、旗村9、大沢村10、岸村11、愛村12、本庄村13、中野村14、小野村15、高平村。ありがとうございます。